ただ難しいんだよそれが、まだ、うん、今切れたのは本当にサメだったのかあれでかいマゴチだったんじゃないかとかって思われたら姿見るわけじゃないからさ、あ確かに、うん、大体引きでわかるんだけど、うんうんうん、途中まで上がってくればわかるんだけどな、でも、うん、やっぱね、うん、やっぱこう魚が上がってきちゃうとやっぱ魚見るまではねってのあるからね、うんうん、なるほど、それ難しいね、うん、それ難しいね、うん、だからあのハゼ犬の仕掛けってリーダーが、団子になってて、うん、で、PE とジョイントするとこが父輪になってるじゃないですか、うんうん、俺あのシステムがすげえ最高だなと思ってて、一番最初橋本さんとやり始めた頃は両方父輪だったほーん、ね、ほーんで互いに結んでたんですか、結んでたっていうか、なんちゅうの、片っぽ工夫してこうやってればつながるじゃん、うんうん、うん、あ、なるほど、だからギュッと閉まってたってことでしょ、うんうん、じゃあ、あの、ハゼであれが外れたことって一回もないんですけど、この間、あの、放水路の深場行った時に、ね、たまたま根掛かりしたんですよ。うん、その時に、ああ、根掛かりしちゃったなってこうやってピュッて引っ張ったら、あの、本当はハリスで取れてくれりゃ一番いいんですけど、ちょっと変なとこに引っかか、重りが引っかかったかなんかだったのかな、取れなくて、ああ、やばいやばいってバッて引っ張ったら、そこのリーダーのところから綺麗にスポンって抜けてくれたんですよ。うん、だからその道糸にまた新しいリーダーを作ってすぐリカバーできたんですけど、うん、あのシステムがすごいいいな、重りが噛んでんだねそれね、うん、重りが噛んでるんだと思うんですよ、だから重りが噛んじゃった時っていうのはあのリーダーは素晴らしいなというふうに思いましたね。いやあれリーダーつけないとダメよ、PE だけだとダメよ、そうダメ、あの PE あんな細いものの間あの糸に針先が刺さるんだよ、うん、刺さる。そうするとね、取れない。取れない。いや、ゼンマイ同士でやっても取れない。あれは取れない。だからこの野郎、俺が言った通りやらねえから、ダメなんだよ。いや、やってますよ。やってますよ。だからリーダーつく組んでますよ。だから、この間、放水路。やんなかったからそういう経験をしてるわけでしょ？え、何どれ？間に入っちゃう。そう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 。いやいや、それはほら、普段の釣りですよ。普段の釣りもやったからもね。普段の釣りで入っちゃうから。あ、普段の釣りね。うん。あの、サクパー仕掛けね。そうそうそう。あれ入っちゃう時あるから、うん、流れ強かったりすると。で、この間、で、俺、あれって動画では公開してるじゃないですか。あのリーダーのシステム。で、この間、友達たちと行った時に、うん、また引っかかっちゃったんですよ、うん。その時は、その友達のアンカーにそれが引っかかっちゃって。うん、で、そっからまたスポンと抜けて。ほんで、ああ、寝上がりしちゃって、俺、アンカーに引っかかったって気づかなくて、ああ、取れちゃったなと思って、2回も取れることないけど、いや、今日は2回もロストしちゃったなと思ってたら、友達がその、船移動するときにアンカー上げたら、俺の仕掛けがついてて、うん、こんなことやってんのかってバレちゃって。うん、これどうやって編み込んでんのみたいな。動画全部出てるよ、とかって言って。バレちゃった。しくった。菊池さんからね、教わったやり方だから、まあ別にあれだけど、公開もしてるやつだから、そうやって仕掛けバレちゃうんだな、みたいな。あれはほんとなんかいい。あの、ハゼ釣りにはすごくいいですね。お気に入り、あれは。最初はあれ編み込みじゃなくてさ、はい、あの、ビニールウレタンチューブを通してたんだよ。うんうんうん、あの、元にね。そうそう。はい。そっちの方が早いじゃん。早い。ね、当時はハリス 1.5 号だったんだよ。はい。あの、ハリス？うん、ハリスが 1.5 号だったの。うん。で、あのリーダー部分が、2号だった。うん。で、0.6 ミリだったか何ミリだか忘れたけど、パイプが入ったんだよ。うん、うん、はいはい。俺がハリスを2号にしたら、うん、2.5 だった。2.5 になったら、今度入んなくなっちゃった。入んないね、そうだよね。それで、うん、編み付けするようになった。あれ 2.5 でやると結構コブがでかくなって、でかくなりますもんね、うんうん、ほんでやめたの、うん、なんかね、これ個人的な感想なんで違うのかもしれないですけど、あの編んである方がかっこいいんですよ、なんか。いや、俺もそう思ってあれにもうしちゃったの。時間はかかりますよね、えらい、こんだけ組むのでもね、
ほんで、こう、引っ張る方間違うとそこもよれるしね。そう。格好悪くなっちゃうね。だけどさ、俺、あれ、ちょっと悩みがあるんですけど、あれ、こうやってさ、ちょっとこう、螺旋にならないですか？うーん。あれが俺、気に食わない。なる時もあるし、ならない時もある。そうなんですよ。うん、順番にやってんですよ、ちゃんと。うんうん、だけど、こういう、こう、ちょっとこう、なってんだよね。あれが気に入んなくて、完成した後に、3号ぐらいの重りをぶら下げて、一晩置いとくんですよ。それでもね、それでもやっぱ癖は治らないね、結び癖は。うん。あれ、あのこう編んでった時にあれがこうピシッとなってたら気持ちいいんだけどな。うん。まあ魚釣るには関係ねえから俺はそこまで気にしないんだけど。確かに。確かに。うん。あれが気に食わねえんだよな。俺大型なんだけど。右左をやってんのが、うん、たまに間違えて右右ってなっちゃうと、はい、絶対あれは感じ悪いやな。感じ悪い感じ悪い。絶対嫌だね。もう直したくなる。直せないけど。つかそれ使わないもん。うん。やり直しだね。やり直しだね。やり直し。でも基本的にさ、あんまりロストしないからさ。そうですね。もう重りなんか全然減らねえもんな。そうですね。そうですね。まあ、太鼓型がさ、まん丸になってきたよ、もう。重り同士ぶつかってるから。まあ、太鼓は本当にロストしないね。だからハズケンで行くポイントっつうのが本当にサラなんでしょうね、うん、引っかかる感じっつうのないですもん。泥に確実に埋まった感じしかないですもんね。ツボツボツボみたいな、うん、たまになんか鉄板みたいなの沈んでて、あかん、あるね、あるあるある、うん、固い時ある。だけどおかっぱりからやってると昼間見るとさ、自転車は沈んでるしさ、うん、なんか橋の上からチャリンコ投げたのかよみたいなところもあるしさ、そういうところはまずいよね。うん。話があるけど、この間ツイッター見てたらさ、はい、タナゴの針があるんじゃない、はい、で、針数の長さをね、1センチとか 1.5センチにして、そこで地上は作るじゃない、はい、はい、作りますね。で、その作り方が、うん、いろいろあって、ほう、あれ糸だけじゃできないんだよ。あ、うんうんうん、なんか道具を使ったりなんかしないで、はいはい、それがこの間ツイッターに出ててさ、うん、ああこれはこれでいいなと思って。ほう、何使ってたんですか。ウレタンチューブみたいな。はあ、ってやってたんだけどさ。ほうほうほう、みんな考えてるなと思ってさなるほどね。俺がやってんのはね、あの八の字じゃなくて普通の肩結びで、はあ、ちっこい地上を作ってるんだよ。で、別に強度関係ないから、タナゴだから。うんうん、で、絹糸だからさ、絹糸ね、その普通肩結びするとこうくの字になるんだよ。なっちゃうね。なっちゃう。まっすぐ行かない。ナイロンだとね。うん、だけど絹糸だから関係ないんだよ、うん、そういうのがね。確かに。で、まっすぐになるからいいやと思ってたんだけど、うん、それはね、ちゃんと八の字でできてるんだよ。おお。で、輪っかの大きさを調整する道具もあってさ、うんうん、それは俺前から知ってるんだけど、うん、何、輪っかの大きさを調整する道具って何ですか。え、あるんだ。へえ、どういうやつ。どういうやつ。棒がこう2本立ってるだけなんだ。ああ、その輪っかのサイズに棒が立ってる。そう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 。で、そこでこう結ぶってこと。八の字を作って縛る前に、八の字を作る、うん、その結び首コブのところに穴がいっぱいできるわけじゃん。うんうんうん、それの一箇所あるんだけど、うん、そこに入れてやると、はい、うん、そこのところでこうつぼまってくるんですよ。なるほどね。八の字を同じ大きさにね、確かに固定するって難しいんですよ。そりゃそうだ、そうだ、うん、いつもバラバラになっちゃいますもんね、うん、はあ。それってだいぶ前からあるんだよ、あゆ釣りで。これいいな、こっち。あゆ釣りで、うん、だいぶ前から。なるほど。で、俺はめんどくさいから、そういうのではやらないんだけど。で、そうこうしてると、ちょっとした道具でさ、ちっちゃい輪っかはいくらでも作れるようになってきたりするんだよ。はるちゃんなんか手でやるからな、こう、すげえ、幼獣の頭ぐらいの輪っか作るんだよ。それを同じサイズに作るのってどうやったら一番いいのかな。だからさっき言った道具ですか。父輪の先を常に同じサイズに作るにはその道具があってキュッと締めればいいのか。うん。うん、
なるほど。で、そしたら意外とチャッチャッチャッチャってできますよね。そういうちゃんと道具があってピッてかけてピッてやれば同じサイズが、だって2個3個作ってもみんな同じサイズになりますもんね、ピッてね。なるよ。と市販の道具ってそうやって作ってるわけですよね、きっとね。作業するとき。そうだろうね。それしかないですもんね。うん、ま、だからね、うちでほら道具を作ろうってやってるじゃないですか。うん、で、仕掛けのサンプルが上がってきたんですよ。うん、もうまちまちのバランバランなの。うん、で、なんでこうなったって思って、もうこれだったら自分で作るしかないねっていう段階なんですよ、今。うん、で、自分で作るにしてもいいんだけど、えらい数結ぶの大変だなって思ってて。それ中国で作るからでしょ？そう。だって、日本のやつでさ、そのヘラブナの上張りなんてやっぱハリス3センチとか5センチのやつ売ってるけど、みんな同じ大きさになってるよ。そうね。てか日本はそうじゃないと売れないんだよ。そうなんだよ。だからあのまちまちのさ、あのサイズ感のやつは出せないんですよね。だから、日本にだってそういう業者はあるよってこと。うん。この間1000本針結んだんだよ。あ、そんな言ってたね、そういえば。うん、え、なにあれ業者に出したの？そう。どこ？釣り人の専務の紹介で作ってもらったんだよ。で、釣り人の専務って誰？あ、永田さん？そう。で、専務をこの間見せて、新聞紙に入ってるやつ見せてもらって。ああ、どうでした？どうでしたって。バチッといってる。え？バチッといってる。え、結んであるだけ？うん、バチッと綺麗に並んでるんですか？並んでないから新聞紙にまとめたんで。あ、いやいや、結んであるんですか？バチッと綺麗に結んであるんですか？そこまで見なかった。結び込む。いや、針結んでたけどこっちはストレートだよ。うんうんうん。針すどみ止めるのにって言ったでしょ。ん？針すどみ止めるように長くなってるってことでしょ。そうそうそう。一本針？そうそう、30センチぐらいでこうなってる。それ二本針もやってくれんの？分かんない。で、今回6本作って5本と何本かでもまた作るとかっつって100本？1500本だもん。あ、1500本。1000本祝いでくれたの？1000本だか1500本だか、なんかそういう量さ。ああ。で、いうのは、うん、その針を結ぶのがめんどくさいから、うん、それを俺の時給で考えたら、うん、こっちの方が全然安いっていう。ああ、なるほどなるほどなるほど。はい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 。うん。損得勘定してね。うん。うん、まあ、その仕掛けを作る楽しみとかそういうことは関係ないんだよ。うん、まあ、仕上がりが納得できればそれお金払ってやってもらうのもありかもしれないですね。うん、うん、これは別に言ってもいいんでしょ。ダメなの？うん、まあ、結んでもらったっていうのを消しときゃいいのかね。うん、だからダメだよね、基本的にはね。ああ、そう。だって特別結んでもらったって。ああ、そうなんだ。あ、そういうことね。長田さんに頼んで、うん、特別に結んでもらったんです。あ、なるほどね。あ、なるほど。特別っていうのが、値段が特別だったのか、手間が特別だったのか、それは分かんない。分かんないよ。確かに。確かに面白いね。面白いね。だ本当に菊池さんの話は面白いよね。言っても分かんないだろうけど、アユの網付けを天井板に別に輪っか作って、で誘導式にしてやったんだよ。何を誘導？道糸。道糸？うん。あー、なるほどね。ね、うん、で道糸バーッと出てるんだけど、うんうん、あ、こっち側に、うん、そんなに気にならないからそのままやってんだけど、うん、でこうバーッと出てる、うん、道糸の先っぽが浮きの横にあったりするわけで、うん、短いさをそう、うんうん、気持ち悪くないですか？気持ち悪いんだけど。うん、で、なんちゅうの、それ以上のことをやると竿を改造しなきゃいけなくなってくるから、あ、ね、
とりあえずそうやってやってるんだけど、うん、で今のタナゴ釣りっていうのは穂先をただの棒にしてチューブでペッて止めてるんじゃない、うん、であれを穂先にこうワカサギみたく巻いてって、うん、竿をつなぐときに一緒にズボッて入れちゃったりする、うんうん、と竿に優しくない、うん、ないじゃないで絡むんでやっぱそうツルツルしてないから、うんうん、なんかいい方法ねえかなと思ってやってるんだけど、うん、であったんですか今んとこないんだけどないんだ、うん、中通しでいいんじゃないですかもうあのほら育坊さん中通しいっぱい持っていくから棚をの手羽根でしたら調整できんじゃんいくらでもだって今穂先みんなソリッドだからね、うん、穴の開いてる穂先ってあんまないからさその問題はこの間も育坊さんと話になりませんでしたっけほんでそんなもんは仕掛けをいっぱい用意すんだよみたいな話になりませんでしたっけ育坊さんは針勤めついてるんでしょ、はい、ああいう風にすれば細木に絡まないの絡まないねあれはさもっといろんな竿がやるべきですよね本当は、まあ、小物に関してはねだけど、ミキートのあそこが一番弱くなるから、手がかりした時に上から行っちゃう可能性があるよ。まあでも、タナゴとかも危なだったら回収できるからね、まあ、こんな高いとこじゃなければタナゴ釣りの場合は、ミキートをそれを浮きを全部外してさ、はい、そう取り替えるってことができないんだよ、うんこの間、アジフライさんだった時にはさ、はい、中通しの浮きでさ、もうレジンで止めちゃうって言ってたもん、ね、あ普通はそのパイプの中に、うんうん、昔で言うと、竹串だとか用紙だとかを細くしてね、はい、入れてたんだけど、うん、もうレジンで止めちゃう、うん、レジンで止めてこうすごいやれ動くから、うん、そういう風にしてるって言うから、だから道と切れたらおしまいなんだよ、うんこの間ね、アジフライさん1個もらったんだよ。これどうやって作ってんのみたいなね。浮き？浮き、中同士のね。はいはいはい。斜めの？中、真ん中にある。真ん中。ああ。これどうやってやってんのみたいな話して、うん。中のパイプは何みたいな話してさ。うんうんうん、ただ、電線のチューブだとかね言ってるわけよ導線抜いたそうそうそう、うん、それは分かってるんだけど、うん、その細いのをどうやって買おうかなっていうのと、うん、じゃあその一番最初浮きを回転させて削るときに、うん、そんな細い針ないよねって言ったら、うん、針削るんですよとかなるほどねめんどくさいなってなっちゃうなんか秋葉とか行ったら売ってそうだねいや針を削るとなるとめんどくさいなだからあれそれこそあれでいいんじゃないの？あの安友会長のあの荷札のさ針金みたいなのを言って。じゃあその針に通して、はい、ドリルの先っぽにくっつけて回すんだから。ああそういうことか。だからぶっとい針普通の縫い針みたいなやつの先っぽを削らないとダメなの。あそういうことね。チャックで掴めないから。ああ。釣る人ですからね作る人じゃないからねまあそうなんだよ花子釣りなんてさ竿作ったり水箱を作ったりさいろんなもの作ってってもさ、うん、なんかあれやったら釣り行けなくなっちゃうなと思うよな本当道具揃えるのもそうだしさまあいろんなほらね考え方がありますから、うん、一概にはあれですけど
釣り、浮きってさ、頼む浮きってさ、本当はさ、真っ黒でいいんだよ。で、先っぽだけ、一番てっぺんだけさ、蛍光塗料ポッと塗っておけばいいわけで、あとは全部飾りだから、自己満足で作ってるだけだから。おー、いいじゃんってなるかどうかの話ですからね。菊池さんは別にだから黒でいいってことでしょ？釣れりゃいいんだから。いや、だから釣るだけのことを考えたら、逆にそっちの方が、目がいかないからいいんだよ。うん。行く、浮き全体がカラフルだったらさ、ちょこっと当たったあたりわかんないじゃん。全体にボディに目がいっちゃうんだって。あいや、そうなんだよ。だから、サッパーの、ね、うん、あの釣り方でさ、うん、何のハゼ？ハゼね、うん。ハゼの釣り方で、はい、あの、水面に近いところに穂先があるじゃん、はいはい、あの下にさ、俺みたいに目印いっぱいあったらさ、うっとうしいよ、あれ。うん。あの、水面が低くてさ、で、水深を、俺ら目的はもうほとんど水深測るというのが一番大きな目的だから。だいぶこう、穂先との間があるからあれでね、いいけど、あれ、穂先こんな近いところにあって、その下に目印になったら、うっとうしいよ、それ。まあ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 。だから、だから今ね、あれなんだよ、プロペラなんだよ、うん、プロペラのあたりってプロペラが回るもんだと思ってるけど、うん、アジフライさんは、うん、そういう回らないように上下で止めてるやつで固定しちゃってるから、うん、回らなくしちゃってるから、うん、要は止まったり横にブレたりするあたりを取ろうとしているだけで、うん、で普通の下りだといっぱいあるから、うん、どれを見てるのか分かんなくなっちゃうんだ、うん、はいはいはい。でも、今みたいな暖かい時期はさ、ガチャ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 当たるから。あの、回るの、回ると思ってる人が多いですよね。うん、回るから当たりが取れると思ってる人が本当多いですよね。でもそれが違うってことに気がつい。違う、うん、違うっていうか、その日でさ、その当たりの見極めだよね。うん。まあいいんですよ、もうね。回るのもいいんですけど。じゃんじゃん当たる時は回さない方がいいよね。うん。確実にね。うまいのはさ、俺らの倍数釣ってるしさ、まあ、はるちゃんと一緒だよ。もう当たりを見極めちゃってるよね。今日はこういう当たりはあんまり出ないから、横に動く当たりの方が取れるよ。で、遅地盛りでこう行くやつはもう竿で止めちゃうんだよとか、もう縦の当たり取らないんだからとか。もうそれをさ、ああいううまい人っていうのはさ、その、釣り始めてから短い間にさ、今日のパターンを捕まえちゃってるんだよ。いや、はるちゃんもそうなんだよ。で後半釣るんだから、周りが釣れなくなってから、ハゼだって。本当ですね、うん。そういうことなんだよ。状況判断と応用、うん、ですね。うん、まあ懐、まあ引き出しの多さというか、うん、それがあるからできることですもんね。うん、だから釣り方なんだよ。釣り方は超重要。釣り方は本当に難しいよね。俺がその前にやってて思ったけど、その前に。毎回餌がつかないんだよ。え？何の話ですか？タナゴ？タナゴ。うん。毎回餌がつかない。針に。うん。うん。釣れるようにつかない。あー、そういうことね。でかすぎたりちっちゃかったり、水の中入って一回当たったら取れちゃったりとかね。はあ。うん、難しいね。で、ほら、15分勝負を3回ぐらいの30分勝負を1回ぐらいやったんだけどさ。はい。やっぱ、時間に追われてるからさ、焦るじゃん。うん。で、餌付けも雑になってくる。うん。なおさら。うん。うん。うん。だから、タナゴ釣りで一番大事なのは、毎回同じように餌付けられるかだよね。うん。一番大事なのが、一番最初に来るのは。それしか俺頭になかったからさ。うん。まあ、そりゃそうだよね。あとは適当にさ、もうなんていうの？朝棚勝負って言うとさ、もう15センチなんだよ。水面からね。うん。15センチ。泳ぎが15センチ。で、深棚勝負すると40センチなんだよ。うん、うん。ね、うん。で、朝棚勝負になるとさ、もう当たりなんかわかんないもん、魚がごちゃ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 しちゃってるから。適当にこうやってやると釣れちゃうんだよ。ああ。ね、うん。そうするともう確実に餌ついてるのが釣れるじゃん。うん。それそうだ。そんでね、いい感じでついたのはね、何匹釣ってもついてんだよ、グルテンの繊維のこと。
あの30分で100個吸う時あるんじゃないですか、あれと同じでさ、